上杉君との関係を断とうとしてるのですか？その前に樹に謝らなきゃ。あの時はおじいちゃんがいたからとっさに。いや、それも言い訳。私として言えなかった。風太郎は大好きなのに、あんなこと。え？ミスって上杉君が好きなのですか？なんてことでしょう。こんなことみんなが知ったら驚きますよ。多分みんな知ってる。